綾瀬はるかさんの話題のドラマのモノマネをやりたいと思います。綾瀬はるかさんプラスいろんなモノマネも実は私隠し持っておりまして、初のトーナメント出場をかけたネタご覧あれ。私こういうものでございます。この度はあなたの母に就職いたします。感謝の意を表して、古くからビジネスの世界で行われている伝統芸をお見せいたします。アキコの半だけご覧あれ、アキコの半だけご覧あれ。みゆきちゃんありがとうございます。ピヨピヨピヨありがとうございます。みゆきちゃんありがとうございます。ピヨピヨピヨあり。このような母親は嫌だと。しかしながら私このようなこともあろうかと助っ人義母をご用意いたしました。はいはい、助っ人義母の篠原涼子だよ。どうしたのどうしたの、みゆきちゃん腹踊りなんか見せられたから頭が痛くなっちゃったの。そうかそうか、そんな辛い頭痛に付き合ってる暇はない。篠原さんと同じ涼子なんですけど、広瀬涼子です。お母さんはマジで買い物に行く5秒前なんだけど。みゆきちゃん何か食べたいものあるかな。じゃあ決まったらお母さんにポケベルで教えてくれるかな。あ、お母さんの丸山桂里奈なんですけど。わかります、わかります、わかんないんですか。あの私元アスリートなんで、あのすごい性欲が強いんですよ。あのわかります、わかります、わかんないですか。ごめんなさい、わかんないですよね。あのとりあえず私お尻出します。違うんですよ、あのすごい私めっちゃお尻綺麗なんですよ。わかります、わかります、わかんないですか。私もわかんないんですよ。続いては